はい、ピースケです。パワープルアプリやっていきたいと思います。はい、今日はですね、全力学園高校、初見プレイやっていきたいと思います。あ、今度から総経験点が見れるようになっております。はい、出てきこちらです。はい。なんというか、ちょっと初回だったんで、なんか、まあ、ネタ会みたいな感じにしたくて、球速とコントロール積んで、まあ、170キロの、コントロール101の男玉っていうのをやりたくて、はい、こちらお借りしております。はい。はい。で、なんか、アヘ編がめっちゃ強いらしいですね。今45でメンタル12になるんで、強いですね。普通で9かな確か。うん。で、完全燃焼もって、これって、骸骨なしかな？ピンチはね、強心臓ですもんね。強心臓のなんか激しいバージョンみたいな感じだと思うんですけど、うん、復活もあるし、この金徳セットだと結構強いのかもしれないですね。で、火事場ついてますっていう感じですね。はい。でございます。で、まあなんか招き猫とかなかったんで、うん、サポーターとお守りだけ。で、こういう時に限ってセンス丸が出るっていう感じですね。で、こう、ああ、なるほど。言霊コマンドについて。はいはい。あ、やっぱリアル怪我とかなんですね。やる気とか下がったりとかすると、こうなるとですね。はいはい。言いましょう。なぜセンス丸が出るんだか。お、やる気よかった。なるほど、なるほど。いや、怪我すんの怖いよね、でも。まあ、とりあえず普通にやります。招き猫がね、カイドウでほぼ使い果たしてしまって、買う分もないし、まあ、だからもらった分っすね。なんか、2個くれたのと、まあ今日つうか、あ、まあちょっともうこれ夜中なので、招き猫割引のやつが来てたんで、まあそれを今月は大事に使っていくって感じ。まあだから千丸厳選とかしてやるしかないような感じですね。俺今。辛いわ。なんでそんな、あ、コンコツありがとう。なんでそんな使ったのかわかんないですけど。早めにコツ欲しいっすね。球速とコントロール。北斗がくれるので、球速は。はいはい。とりあえず、まあ、いつも通り告白、間に合うように、やるしかないのかな。41%。なんか振られたりとかでも経験点を勝ち運書いてあったので、振られるはないけど断るのってレンチャンぐらいしかいないから、レンチャンって使えんのかな、ちょっと思うんですが、これ攻めていいんだよね。あれ、お、何これ、怪我した。最大値取ります。あざす。89。これってわざと怪我したらどうなんの、どうなんのかな。わざと怪我してみるか。はい、ちょっとまあ守備だから。おー、たまった。こういう使い方あり？ 1 回目。はいはい。これどうなるの？あと2ターンって書いてあるけど、これ怪我すんだよね。あ、怪我しないんだ。なになになに、
逆境糧に。ちょっと待って。2人以上絶好調なチームメイトと一緒に練習すると、ああだからあの波動みたいな感じかな。ああなるほどなるほど。波動みたいな感じだな、ちょっと。お言霊出た。それはそれ、これはこれ。一応説明聞きましょう。ちょっと待ってくださいね。ログで見ます。はい。言霊コマンド全力練習は、はい。調子と怪我について。はいはい。怪我したり病気になったり体力が減ったりなどなど、不運な境遇のことを言うんだよ。まあ今なったやつですね。100% なると。全力練習。チームメイトの調子と怪我について。あ、監督を追うと言霊くれるのか。はいはい。はいはい。あれ、さっき出てたの？はい。ちょっと、よくわからなかった。怪我するのかどうかが結局よくわかんなかった。これは今使わなくていいやつですね。あんまいい練習がない。これ怪我しないの？本当に。怪我するじゃん。何これ。あ、びっくりした。はい。これは使っといていいのかな。それはそれ、これはこれ。はい。ちょっと波動に近いのかな。今探り探りやってるのですいません。そんな無理して怪我してするような感じでもなさそうですね。じゃあこれが変化だったらいいってことですよね、やっぱ。角田は乗ってる。どうしよう、こっちか。監督いるしね。言霊くれ。あざす。イベント切ろう。これはちょうどいい時使いたいね。はいはい。しかも波動みたいになんか燃えたりとかがないから、あの火の強さ全部一緒なの。どうしよう。あんまこ作れないんだな、こいつ。出た。コースを攻める。あ、ダメだ。いや。どうしよう、これ。
これ怪我すんでしょ怪我すんでしょこれ。あ、あったあった。これで回復してやればいいわけね。なるほど、やっぱこれはアヘ変ですね。普通にすげえ変なデッキでやっちゃった。はいはい、あと1ターン。まあこういっとくか。あ、出た今の子。今の子なんでイビキャラしなかったんだろう。行きたーい。告白来ないっすね。どうしよう。やべちょ無茶しすぎかな俺。これわかんない、なんだ。ちょっと待ってください。グッズ。伝説のバット、あ、一番下か。俺が投げる。成功失敗がある。失敗がある。ただ逆、あ、失敗するとめっちゃ溜まるからいいなこれ。はい、そして告白は間に合わないと。猫ないときついかもしれないですね、もしかしたら。全力。体力回復は結構使った方がいいかもしれないですね。やる気下がるけど。気合い入れます。ほう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 。ほうほうほう。ダブルタック。お、一緒。2回目っすね。結構すぐ溜まる。結構何回も何回も溜めないといけないのかもしれないですね。はいはい。あと2ターン。さらなるっていうのでなんかうまいことあげれないのかな。あ、これあれじゃない、写真もらえるイベント、あのシーンがありましたね。そういえばここか。まだそんな、ないんだよね何にも。打たれ強さでしょ。
あ、これか。これが骸骨っぽい。全開。なるほど、新金徳な、新特殊能力。なんすね。なるほど。強そう、普通に。すごい。猫ないと、あ、出た、ほこり。ちょうど4だから。結構ガンガン使ってくスタイルでいいんですよね。カルスを閉ざせ。で、あ、1周に1個ね。なるほど。ちょっと理解してきたかもしれない。急速骨欲しいんだよ。ちょっとごめんなさい。めっちゃ弱いけど。はい。はいはい。はいはい。あ、でも腹痛がいると精神不足は結構省略じゃない、解消できそう。変化なのがじゃないのが、まあ、残念ではあるんですけど。北斗まだ行ってないの。おざっす。はい、急速上げたいんだけどな、急速上げたいんだけどな。はい、できるだけ萩原を打った方がいいんですかね。もう二者択一あったね。主人公はね、めっちゃなんか悩むシーンがあるんですよね。女の子、彼女候補一人につき、あ、そんなのあるんだ。あ、ただ評価下がる、やば、使いづれ、使いづれは。でも多分今の使ったら一気に評価があるんだろうけど。40。どうしよう。これ使うか。弱っ。北斗くれ、北斗。よしよし。どうしよう。どうしようか。男玉ね。はい、きらめるものか。うい。止まった。ただ
体力がない。やっぱちょっとあのアヘヘンすればよかったわマジでアヘヘンすればよかったわ。もしくはもっと急速で固めればよかったね。まあちょっと当初の目的があるのでこっちへ行こう。いかがろう悪い。はい。体力めっちゃ減る。何これ。とりあえずこれで、おお強い。行くか。ああダメだ。あでもめっちゃゲージ溜まりやすいこいつら。うわー強いけどもいけない。これでいけるか。あメンタルはもしかして、そうか、体力減らないからダメなのか。なるほどなるほど。使いづれー。あの上のやつはダメだな、一人の時は。あざっす。弱ちょっとこれごめんなさい、ちょっと今回は許してください。本当にはい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 、これはこっちでいいな。前回もらった、ナイス。こっちかな。監督。いやー、アヘヘンしたい。やる気不調以下のチームメイト1人につき。なるほど。今は多いからやめた方がいいのか。前回一応取っておこう。はい、なんかコントロールに偏っちゃってる。おーつえー、使うとこれと回復、あ組み合わせられないからな。そうなんだよな、ね。筋力あふれちゃった。使うしかないか。はい。
パルス。なんかやっぱ恩恵受けれてない感がすごい。はあ、はあはあ。あれ監督消えた。監督急に普通の人になった。怖っ。怖いわ。急に普通の監督になった。本編だとあの女の人がねなるんですよ。あのなんか産休だと思って勘違いして休んでた人がいて、その人がなるんですけど、どうしようか。男玉頼む。失敗でございます。失敗でございます。なんじゃこの回は。謎回になりましたけど、すいません。ほんと謎の回だな、これは。やばいな。これ消費前回のやつかな。これはいや男玉やりたかったな。やべ、今結果往来だ。危なぁ。最後出てくんのかな、このおじさん。それはすごい気になる。はい、結局もらえない給骨を。伸びありがとう。あれこれもしかして結構高校いる感じ。もういる感じっぽい感じでしたね。伸び取ります。そうなんだ。あ、日の出商業だ。結構キャラいるし、今後出るのかな。第2球、2球目ストライク。投球はこれから3球目。あれこいつ高田ってあれだよね、二流の子だよね。
あ、二流の子だ。へえ。二流の子いるんだ。顔があるやついる？あれ、この星の、あ、なこの子だけか、やっぱ。このエースの子が、確か、あの、二流で、なんか、お姉さんに、めっちゃ、なんか、バカにされてて、結構かわいそうな境遇なんですよね。で、倒した後、なんか、あの、練習手伝いに来てくれるっていう、めっちゃいいところもあるやつです。キャプテンかな、二流は。めっちゃスーパー強豪校のエースなのに、名前は二流と書いてジローだったかな。全力学園、ここはなんとかしのぎたい。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で、皆川普通にイケメンで出てたけど。第2球見送ってストライク。第3球をファームボール空振り。あがす。第4球を空振り三振。最後は渾身のストレート。全力学園、ここはなんとかしのぎたい。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で平林。投球これから2球目。やばい。第3球を打ちました。宇宙間へ持っていきましたが、バックホーム間に合うかどうか。平林抑えないと。全力学園、なおもピンチが続きます。投げました、インコース低め、ストライク。第2球決まった、ストライク。さあ2ストライク追い込んだ。投げた、外角低め、空振り三振。柿澤見事なピッチングです。第1球、ああ初球を打ちました。新屋敷下がった、これがヒットになります。やばい、二塁ランナーホームイン。分かった、日野でしょ。すいません、この能力じゃ限界がある。あ、そうそうそう、調子乗っちゃうんすよ。でも監督いるな。ああ、敵だ。あれ、なんだこれ、ここで出てくんの。はい、6回目。これ回復したいな。あ、使用したターン怪我率がゼロになる、いいっすね。増長もよし。あ、これいいっすね。このタイミングでくれるんだ。めさ強くなった。急速練習がめさ強くなった。足りるよ。大丈夫だよね。溢れないね。あざす。はいはい。はい、この子ね。この子がね、惑わせてくるんですよ。この子を選ぶか、野球を取るか、みたいなシーンがあるんですけど。ここでね、すごい葛藤するんですよね。ダメだ。最後は直球、力でねじ伏せました。第1球、インコース低め、ストライク。まずは決めてきました。おい。第2球、外角低め、ストライク。滝沢、まずは簡単に追い込んでいます。これが逆境だ。空振り三振、滝沢、ナイスピッチ。てか音消えてるんですけどね、多分取れてると思うけど。どうなんだろう。別の魂。男玉取りたかったな。はい、これでいきます。はい、前回かな。でも体力、あのスタミナ切れそうな時発動してなかったですよね、多分。全力学園、同点のピンチです。ノーアウトランナー一塁三塁。ただす、初見を打ったキャッチャーの取りました。これとか戻った。ランナーは一塁三塁、変わりません。第1球低め、外角ストライク。いきなり153キロ。第2球、2球目ストライク。これで追い込みました。ふぃ、外角低めいっぱい、見逃し三振。滝沢ナイスピッチング。第1球アウトコース低め、ストライク。
そういや、そういや、いやこれはへへんしたいっすね。めっちゃ抑えれるんだけど、なんかしないけど。あざっす。もう9回か。あれ、ちょっと音楽変わった。いやー、北斗行きたい。なんか使えないと思う。ダメだ、使いづらいのしか残ってない。全力学園同点のピンチを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面、のじ最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。重い球、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第1球、初球から打てた、掴んでこれで3アウトになります。柿沢、全力学園ここはなんとかしのきたい。ノーアウトランナー2塁という場面、金徳来てないやついる？あー、あれか、イヌキだけ来てない。なんでイヌキ入れたの？コントロールだよね。いらなかったね。普通に大五月とかでよかった。はい、姫野、ここまで2三振というところがありません。打ちました、初球打ち、ライトが高く取って、これで3アウト、チェンジ、セカンドランナー残塁。よし、全力学園ここはなんとかしのぎたい。新屋敷、ランナー2塁という場面、打ちました、中島バック、ファー、危ねえ。第2球、決まったストライク。めっちゃ打つんだけど、誰が打ってんの。第3球を見逃し三振、柿沢見事なピッチングです。バッターは7番宮川。どこ玉投げたかったな。どこ玉多分ストレートですよね。どこ玉ってなんか、曲がるのもあるんですよ。曲がる男玉とかでシュートのやつもあって、男が曲がってもいいのかみたいな感じなんですけど。やば、多分それはないんだろうな。しびれさすだけなんだろうな、多分。男玉投げたかったよ。多分球速依存だよな。なんか五郎くんもそうだけど、なんかさらっと失敗されるから、なんかスバルみたいにスポーンみたいのないから、ちょっとね、気づいたらもう失敗してるみたいな。辛いですね。全力学園先制のピンチです。ワンアウトランナー一塁三塁という場面、はい、多いね。いってらっしゃい。空振り三振、ゴミ、全くタイミングが合いません。結局球速骨はお出た的できそうなんですよね。記憶がなくなっちゃうけど、俺は過去を捨てたんだみたいな、わけわかんないという。170キロはいけた。いやー、もったいねー。お尻上がり取っとく。170キロ男玉作りたかったね。第2球、打ちました、ライト前に取りました、これで3アウト。最後はうい、
全力学園先制のピンチを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面、今日の第一打席はスイングアウト。第2球ゴミ、あ、これもしかして三振、角田、全くタイミングが合いません。無敵くんね、安打を放っています。バッターのパットリ第9球打ちました。こんな能力だっけ。無敵くん、あ、俺徳玉持ってるよね多分。無敵くんも徳玉持ってるんですよ。フォームは福津くんと一緒なんだ。なるほど、劣化版だよ結局てめえは。別のゴミくん、いやーなんか結構いるな、今後出てきそうなキャラが結構いますね。やば、おー、ナイスキャッチ。うめえんだけど普通に。角田、全力学園同点のピンチを迎えました。ワンアウトランナー一塁二塁という場面、若林、ネクストバッターサークルにランナー、見送ってストライク、これで追い込みました。第3球を空振り三振、バットアウト。若林、全くタイミングが合いません。第9球ストライク、あざす。男玉だけ攻めて本当成功してほしかった。角田、あっす。あっす、甲子園優勝できそうでよかった。普通になんかただのクソ回になるかと思ったけど、まあ見る人によってはただのクソ回です。一応170いったから許してください。男玉の失敗だけなんで。千丸なかったら行かなかったよね多分ね。金徳取れなかったな、そういえば。熱っ、そうそうそう、エンディングコーナーなんですよ。めちゃくちゃ再現してくれてる。お、9000いった。まだ初見で1万いく人とかいっぱいいますもんね。はい、170。どうしよう、精神強い系だな。精神強い系だな。ジャイロボールにしよう。あれ玉とか取ってやる。精神使う系もうないかな。はい。まあ多分弱いけど。ということでございました。これで S4 行くんだ。いやいやいや、まあ別に。まあ別に、ちょっと今回マジで普通にすいません、ネタ会っぽい感じなんですけど、男玉見たかったっすね。それが悔やまれる。で、まあ9000点取ったので、これだけ引いて終わろう。まだね、俺、月子ちゃんしか当たってないんで、ここで不屈が出たら、神回。ここで不屈が出れば神回。あざっす。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。
ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。皆さん、ピースさん、こんにちは。バイバイ。